H045 0から2958は得意なクエーサーである。ホスト銀河を描いているように見えるため、ネイキッドクエーサーやクエーサーは地球から約10億パーセク離れていると推定されている。ベルギーのリエージュ大学のピエール・マガインが率いる研究チームは2005年9月14日付のネイチャーに自身の発見を公表した。このクエーサーは スターバースト銀河の近くに見えるが、クエーサー自体の近くに銀河は見当たらず、論文の著者は次のように推測している。ホスト銀河は衝突の結果視野から消えたのかもしれないが、銀河が完全に消滅するような状況を想像するのは難しい。クエーサーのホスト銀河が検出を免れるためには、マガインらは、これらのクエーサーに期待されるホスト銀河よりご等級、暗いか、 クエーサーを持つ銀河は通常は直径が5000から5万光年の直径であるのに対し300光年以下である必要があると推定した。マガインらの論文が発行された直後の11月6日の週にこの天体の奇妙な性質について説明を試みた3法の理論的な論文が出された。そのうちハーバード大学とケンブリッジ大学からの2法の論文は このクエーサーは重力波放射の反動化3つのブラックホールとの相互作用のためにスターバースト銀河の中心から弾き出された超大質量、ブラックホールであると示唆している。元のホスト銀河からクエーサーがこれほど遠ざかるためには放出速度は約秒速 1000km は必要である。デビット・メリットの率いるチームによる3つ目の論文は銀河からの放出仮説を 批判的に検証し、この仮説は正しくないとの結論に達した。二つの主な論拠は、このクエーサーのスペクトルは、これが狂気線1型セーファート銀河であることを示している。NLS-1 は非常に小さなブラックホールを持っていると考えられており、ブラックホールの大きさは銀河の大きさに強く依存するため、このクエーサーのホスト銀河は非常に小さいはずで、 マガインらの観測で検出できなかった。このクエーザーのスペクトルは狂気線領域の存在も示している。狂気線を作るガスはブラックホールから約1000光年離れた位置にあり、このようなガス雲はブラックホールとずっと結合していることはできない。著者は裸のクエーサーは実際はたまたまスターバースト銀河の近くにあった通常の狂気線。 セイハート銀河であると結論付けた。ザ・クエーサー・ウィズ・アウト・エイ・ホーム。2005年以降の多くの研究がこの結論を支持している。木村は、より精密に、クエーサーのホスト銀河を探索し、クエーサーからの紛らわしい光のため、銀河の存在を排除することは、不可能であると結論付けた。ジョラは、クエーサーからの X 線放出を観測し、 それをブラックホールの質量を推定するために用いた。彼らはブラックホールが小さな質量であることを確認し、ホスト銀河の明るさがメリットの予測よりも暗いことを示唆した。フィンラはクエーサーからの電波放射を検出し、それを星形成が行われつつあることを示すと解釈した。現在のコンセンサスは HE0450 から2958は、 おそらくホスト銀河を持っているが、明るいクエーサーの光に隠れて観測が難しくなっているというものである。しかし、ヨーロッパ南天天問題の研究の後、このコンセンサスにも疑問が提されている。ありがとうございます。